俺の仕事はシューバルトを撃つことだぞ。なんだこの火は。そうか、気が変わったんだね、ヨハン。この方がいい、ずっといいよ。アリだ、みんなアリみたいに火から逃げ回っている。すごい、すごいよ、ヨハン、すごい。見てみろよ、お前も。ああ、本が燃えてしまう。逃げ惑っています。誰もが我先にと折り重なるように。伝わりますか、この恐怖が。最初のやつが撃てるか撃てないか、それで道は分かれる。銃を使えるか使えないかが。銃を習ったことは？いえ。我流で撃ってた口か。いえ、撃ったことがないんです。ん？一度もか？はい。必ず引き金を二度引け。とどめを刺す確率は飛躍的に高くなる。それができないときはお前の命がないと思え。撃たなきゃ。お前には無理だよ。撃たなきゃ。お前には撃てない。撃たなきゃ。お前はただの医者だ。お前には命を与えることしかできやしない。命を奪うのは俺の仕事だ。お前にはできない。
必ず引き金を二度引け。避難路は確保されているんですか？火の海の中にシューバルトさんを連れて行く気ですか？ドアを叩き壊せ！はい！燃え上がっています。たくさんの書物が、炎が全てを焼き尽くそうとしていますよ。お前のやりたいことはそれだけか。私に本を読んで聞かせていたように、この地獄絵を私に伝えればそれで満足か。お前の狙いは私になり変わることではなかったのか？もうやめたんです。別のことが頭に浮かんだから。あなたは怖くないんですね。お前はどこから来たんだ？お前は誰なんだ？僕が見えますか？ほとんど目の見えないあなたでもここまで近づけば。僕の目に映っているものが見えますか？僕はおとぎの国のような町で生まれた。たくさんの人が死んでいた。もう一人の分身とそこを手をつないで歩いていた。世界に僕ら二人だけみたいだ。僕らには名前がなかった。
このお嬢さん、お前の知り合いか？ヒダ。取ってきてほしい書類がある。屋敷に取りに行け。書斎の机の上だ。これか。マルゴット・ランガーの死に関する調査報告書、ヘルフリッチュ探偵社。マルゴット・ランガー、本名ヘレンカ・ノバコバ、1955年8月12日チェコ・プラハ生まれ。1970年15歳で旧ドイツ連邦共和国に不法入国。ミュンヘンのいわゆる高級コールガールとして政財界人を中心に顧客を取り、その名前は上流社会では密かではあるが知られた存在となる。なお顧客の中には本件の依頼人ハンス・ゲオルグ・シューバルト氏も含まれている。父さん、あなたまだ母さんのこと調べていたんですね。22歳の時シューバルト氏の子供を出産。その男の子の名はカール。いい、カール、母さんの言うことよく聞いて。このお金を持って5番線の列車に乗るの。母さんは？母さんは一緒に行けないって言ったでしょ。僕も一緒にいるよ。ダメ、母さんといるとここの施設に入れられる。ここにいればあなたは娼婦の子って言われ続ける。さあ早く。父さんは？僕は父さんに捨てられたって言ってた。捨てられたんじゃない。母さんは恨んでないから。母さん、その子はいくつもの里親のもとを転々とした。いろんな目にもあった。素晴らしい里親もいた。でも彼は孤独だった。ずっと孤独だった。なんてことはどこにも載ってないか。マルゴット・ランガーはその後も娼婦としては最高級の一人だったが、92年に引退。またコールガールから身を引く直前、闇の銀行の頭取と愛人関係にあったという情報もあるが、事実か否かは確認されていない。ちなみに闇の銀行とは、91年から約5年間ドイツの暗黒社会のマネーロンダリング、すなわち不法な大金を極めて合理的に合法的な資金に変える業務を一手に独占した組織の暗黒街における通称である。娼婦を引退後、マルゴット・ランガーはヘッセン州オッフェンバッハに住む。写真は当時彼女のいたアパルトメントである。同居人には18歳ぐらいの少年がいたというが、二人の関係は不明である。
1995年11月2日マルゴット・ランガーはハイデ通りにて他殺体で発見される。警察のファイルによれば事件は通り魔による犯行で犯人は検挙すらされていない。母さん、なおマルゴット・ランガーが死の3ヶ月前友人に宛てた手紙を入手したのでここにその写しを添付する。これが母さんの字。私は仕事を辞めて今とっても静かな生活に入っています。この穏やかな生活の中で思うのは別れた息子のこと、そして一緒にチェコの国境を越えようとした親友のこと。彼女は国境で捕まりプラハに強制的に連れ戻され、その後双子を出産して幸せに暮らしているとのこと。そうそう、最近別れた息子と同じ年頃の少年と知り合いました。その子の顔がチェコのその親友の顔にそっくりなのです。その少年といるとまるで息子と話しているよう。きっとあの子もこうして立派に育っている。きっとどこかで幸せに暮らしている。私はそう信じています。大丈夫だよ母さん、僕はもう孤独じゃない。父さんはこの手紙を僕に読ませたかったんだ。母さんが父さんを恨んでないって言った意味やっと分かったよ。大丈夫だよ母さん、僕にはもう。なんつくったい、どこもかしこも鍵がかかってる。リーダー、消防署に連絡は？もうしたよ。くそ、中は一体どうなってるんだこの図書館。ドクだ、ドアから離れて。よっ、
ダメだ！くそ！To your